で、あの詐称なくても言ってることまっとうだし、イケメンであるのはもう事実じゃないですか。詐称はしたけれど復帰してほしい。あの作ってしまったプロフィールをそのままにしてしまっていたのか。でもショーケイさん、僕もお話しした時に別にちゃんと勉強もしらっしゃってるし、はい、すごいまともな人なのに、はい、なんであの人あんな変な嘘ついたんですかね、はい。ねえ、だから、わからないですけど、私はいまだに本当に嘘なのかもちょっと分かっ、自分の中で。あ、でもやっぱり川上ってのらしいですよ。熊本出身の。川上さんですよね。だから経営みたいな。はい。でも。いや、だから、あの詐称なくても言ってることまっとうだし、イケメンであるのはもう事実じゃないですか。はい。だからなんか詐称さえしなければ何の問題もないのに、なんでそんなどうでもいい嘘ついちゃったのかなと思って。ねえ、だからもしかしたらその最初の頃にまだそんなにこういろいろ出られてない時にあの作ってしまったプロフィールをそのままにしてしまっていたのかちょっとわからないんですけど、でも、うん、あの私としてはやっぱり大変お世話になりまして、本当にあの解説もあの分かりやすく、うん、すごく説明もお上手な方だったので助けられました、うん。いや、でもなんか今でも普通に戻ってこれる気がするの、はい、なんで戻ってこないですかね。ねえ、どうなんでしょうかね。私はお会いしたい、ね。ショーン・ケイさんちょっともったいないなと思うんですよね。すごいスペック高いんで。経済に、ね、関してもすごく精通されてらっしゃいましたし。うん、はい、あの落ち着いた声できちんと物調べて喋れて、だからそうなん、あんな、ね、能力値の高い人が、なんかそんなどうでもいい詐称でいなくなっちゃうのはもったいないなと思うんですけどね。そうなんですよね。ね、またお会いしたいですよね。でも今何してるんですか、あの人。もう芸能界いないですよね。普通に会社員とかやってるんですかね。あ、もともとでも、あ、なんか会社持ってらっしゃいますよね。はい、されてましたね。コンサルティングの仕事されてて、はい。まあ別にメディアがね、すべてじゃないですから。次回のゲストは難しいですよ。だからいいことはあんまり言わないようにしたりするんですよ。かっこつけない、うん、だからそれをすると叩かれちゃうんで、やっぱり。